皆さん、こんにちは。一昔前と異なり、近年アニメ好き、アニメオタクであることを公言する芸能人の方が多くいらっしゃいます。アニメからオタク知識を吸収し、芸能活動にその知識を活用している芸能人も多数いらっしゃいます。そこで今回は芸能界のアニオタ15選をご紹介します。一人目は佐久間大介さんです。大人気のジャニーズグループスノーマンのメンバーの一人である佐久間大介さん、2020年にグループとして CD デビューを果たしましたが、ジャニーズジュニア時代はジャニーズジュニアの中で一番のアニメ好きとも言われていました。佐久間さんが好きなアニメとして、ラブライブ、ゆゆしき、エロ漫画先生、リゼロから始める異世界生活、妹さえいればいい、ソードアートオンライン、アリシゼーション、五等分の花嫁、トラドラ、月が綺麗、ゾンビランドサガなどです。ジャンル問わずかなりの数の作品をチェックしていて、その守備範囲の広さからアニオタの皆さんから佐久間2期の愛称で慕われています。佐久間さんは毎日必ずアニメを見ているそうなので、推しアニメもすでにかなり増えているかもしれません。テレビ番組で佐久間大介さんの自宅のアニメ部屋が公開されていましたが、壁中にポスターやグッズのタペストリーが貼られていて、本棚にはたくさんの漫画、うちわや小物のグッズが部屋中に置いてあり、まさにアニメ部屋。どれだけのアニメ好きか、部屋を見るだけでも丸分かりです。そして佐久間大介さんはアニメオタクであり声優オタクなんです。テレビ番組99人の壁に出演し、声優のジャンルでクイズに挑みました。クイズの中でも声優について熱弁を繰り返し、フォースステージまで進んだほどです。そんな姿に SNS では称賛の声が多く上がりました。またジャニーズアイドルは先輩たちが出演している番組を録画して勉強する後輩が多いと言われています。しかし佐久間大介さんはアニメの録画を優先したいという理由で、先輩の番組は一切録画しないと発言しています。アニメへの愛が強すぎて、それ以外の番組を録画するなんてハードディスクの容量の無駄と考えているそうです。そんなアニメ愛、声優愛が強い佐久間大介さん、実は声優業にも挑戦していて、共演したプロの声優さんから演技を褒められるほどの出来栄えだったようです。2人目は宮田俊哉さんです。ジャニーズグループキス・マイ・フット2のメンバーである宮田俊哉さん、宮田俊哉さんのオタクぶりはご存知の方も多いのではないでしょうか。ジャニーズアイドルとして初めてアニメオタクを公言し、今までのアイドルでは考えられないほどオタクを前面に出して活動されています。あの夏で待ってる、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないの2作品は聖地巡礼を行っており、他のアニメの聖地巡礼も続けていきたいと語っています。アニメとは関係のないドラマ撮影の空き時間でも、時間さえあれば現地周辺のアニメ聖地を巡礼しに出向くほど聖地を巡りたい気持ちが強いようです。基本的にアニメのグッズや DVD を購入するときは店頭で購入することが多いそうで、秋葉原の街中やアニメートなどでファンからの目撃情報が多いそうです。そしてなんといっても宮田俊哉さんはラブライブの熱狂的ファンです。ラジオでラブライブの推しである園田海さんについて、すごく可愛いんだよねと熱く語っています。ラブライブのライブイベントが開催されると、大雪の中でも寒さに凍えながら会場に駆けつけ、グッズを購入するために長蛇の列にも並んだと本人が明かしています。このように目撃されやすいオタク現場での姿が多いので、写真を撮影されネット上に多数投稿されたことがありました。それを受けて事務所から、写真を撮られすぎですと、しばらくオタク活動を自粛するようにと忠告がありましたが、どうしても行きたいからという理由でその翌週に行われたライブに参加したそうです。宮田俊哉さんは芸能界の中でもオタクキャラが根付いてきているので、さまざまな番組でオタ芸を披露したりアニメ愛を語っている姿をよく目にします。大好きなアニメについて語ったりオタ芸を披露したり、生き生きとした宮田俊哉さんの姿が見られることはファンにとっても喜ばしいことのようです。3人目は神木隆之介さんです。子役でデビューし、現在も大人気のイケメン俳優神木隆之介さん、甘いルックスとは裏腹に実は筋金入りのアニメオタクなんです。神木隆之介さんの趣味はアニメ、
特撮ゲーム、鉄道撮影だそうですが、中でもアニメは学生時代から夢中で、 DVD やアニメグッズを当時からかなり購入していたとのことです。自身の YouTube チャンネルに寄せられた見なきゃ損なアニメは何ですかという質問に、バイオレットエヴァーガーデンと即答。このアニメを神木隆之介さんにおすすめされた。松山ケンイチさんもこの作品にハマり涙したそうです。共演者の方にもおすすめしたくなるほどの作品への愛が強く感じられます。バクマンについては以前からもし実写化するなら絶対に出たいと制作が決まる前の段階から周囲に語っていたそうです。当作品の撮影で週刊少年ジャンプの編集部を訪れた際にもかなり興奮していたとのことです。芸歴も長くベテランのイケメン俳優である神木隆之介さんですが、意外なガチをたっぷりに親近感を感じたファンの方も多くいたようです。4人目は田村敦史さんです。お笑いタレントロンドンブーツ1号2号の田村敦史さん。田村敦史さんは昔からアニオタだったわけではなく、2018年の年末からラブライブを一気に視聴したところからアニメに夢中になったと語っています。田村敦史さんは自身の視聴してきたアニメや気に入っているアニメをアニメ遍歴として SNS で公開しています。その投稿を見た方に向けて、他にも僕が好きそうなアニメがあったら教えてくださいと発信しています。田村敦史さんはフォロワー数もかなり多いので、たくさんのアニメ情報が集まりそうです。田村敦史さんが最初にアニメを視聴したことで話題になったのは2018年12月でした。そこからわずか10ヶ月の期間でなんと16作品を視聴したそうです。仕事も忙しい中、かなりの時間をアニメ視聴に割いているので熱中度合いが見て取れます。また田村敦史の超アニメセミナーという番組も YouTube 上で公開されています。この番組ではおすすめのアニメを紹介したり、アニメ制作現場に潜入して制作の裏側風景が取り上げられています。ここ最近はアニメ遍歴は更新されていないようですが、現在はどのようなアニメを視聴されているのかも気になるところです。5人目はローランドさんです。ホスト界の帝王ことローランドさん、夜の帝王のイメージが定着しているローランドさんがアニメ好きというのは意外性を感じる方が多いのではないかと思います。ローランドさんはアニメからビジネスの成功の秘訣や生活する上での豆知識を学んでいるそうです。バイオレットエヴァーガーデンについては湖ができるくらい泣いたと語っています。当作品に影響を受け母親に手紙を書くようになったそうです。ゆるキャンはキャンプの豆知識が学べるテントの組み立て方とかと話し、実際にこのアニメを見てからご自身もキャンプに行くようになったほど影響を受けているそうです。ローランドさんの場合は視聴したアニメを人生と重ねて教訓にしたり、アニメから影響を受けて行動を起こしたりすることが多いようです。そんな姿に夜の帝王としてカリスマ的存在のローランドさんの姿とのギャップを感じ、身近な存在に感じるようになった方が多いようです。6人目は岩井勇気さんです。ハライチの岩井勇気さん。岩井勇気さんがアニメ好きということは有名ですが、なんと2014年から2021年春までに放送されていた作品は放送中に全て見ているそうです。現状は分かりませんが、どちらにしろ膨大な量ですよね。岩井勇気さんのアニメ愛は独特で、インタビューではアニメだったら何でも好きなんです、絵が動いているだけでいい、アニメーション自体が好きなんですと語っています。アニオタというとストーリーの展開やキャラクターの人物像などを重要視している印象がありますが、岩井勇気さんの場合はアニメーションそのものが好きだということですね。例えばストーリー性が薄いようなアニメーション CM やアーティストのミュージックビデオでも絵が動いてさえいれば楽しめるそうです。アニメーションで一番好きなものとして挙げているのが E テレ番組お母さんと一緒のガラピコプーのオープニングアニメです。スマホに動画を取り込んで繰り返し見てしまうと絶賛されています。膨大な数のアニメを視聴して目が肥えている岩井勇気さんの推しアニメとなればどんな作品なのか気になってしまいます。7人目は粗品さんです。お笑いコンビ霜降り明星の粗品さん。アニメ好きな粗品さんですが、ギャンブル好きというのも有名です。なんと2019年7月の競馬レースでの
払い戻し金115万円以上をすべて放火被害に遭った京都アニメーションに寄付したことで話題になりました。粗品さんのこの行動にネット上からはアニメ好きの鏡かっこよすぎるという声が上がっています。レース前日にラジオ番組で明日私のすべてをかけますと宣言していたようで、その言葉からもアニメや京アニへの熱い思いが感じ取れます。8人目は中川翔子さんです。しょこたんの愛称で親しまれている中川翔子さん、多趣味でオタクであることを昔から公言しているので、その印象が定着していますよね。戦隊シリーズやアイドルのファンでもある中川翔子さんですが、アニメの趣味も幅広く、昭和の作品から最近のものまでジャンルは様々です。中川翔子さんはタレントだけでなく声優業や歌手のお仕事もされていて、アニメの主題歌やアニメキャラの声優も務めています。2021年6月に放送されたクイズドレミファドンに出演した際に、アニソンのイントロクイズ対決のコーナーで無双状態となり話題になりました。中川翔子さんはアニソン知識最強の人物として参加し、あまりの強さに他の出演者は手も足も出なかったそうです。なんとイントロが流れる前の空気音や爆発音だけで曲名を当てる最強ぶりを見せつけ、スタジオをざわつかせました。番組を見ていた視聴者からは、しょこたん強すぎて怖いわ、アニソンの女王であり無双っぷりがすごかった、などの声が上がっています。今後もアニソン界アニメ界を盛り上げていってほしいです。9人目は本田翼さんです。女優の本田翼さん、本田翼さんはどちらかというとアニメよりもゲームと漫画のガチオタです。ホンダのバイクという YouTube チャンネルを開設し、ゲーム配信や動画投稿を開始しました。開設後約2年間で早くもチャンネル登録者200万人突破しました。ゲームしている時の顔は見られたくないので顔出しはしませんというほど、ゲーム中は熱中してしまうようです。ゲームへの熱意がものすごい本田翼さんですが、実は2021年自身が開発したモバイルゲームを発表しています。その名もニョロッコ。初心者でも楽しめるゲームで、まずはゲームというものを知ってもらえるきっかけになったらいいなと思って作りましたと語っています。プレイするだけではなくゲーム開発まで挑戦したり、 YouTube でゲームチャンネルを開設したりと、ゲームへの熱い思いが伝わってきます。10人目は栗山千明さんです。モデルや女優として活躍されている栗山千明さん、綺麗な顔立ちでクールなイメージとは裏腹に好きなアニメが80作品もあるという生粋のアニメオタクなんです。私服ではアニメのキャラクターがプリントされた服を着ているそうで、テレビ番組でそのことについて触れています。同番組内ではバイオレットエヴァーガーデンのシーンを振り返って涙ぐみながら、ストーリー性や作画について熱く語り、オタクぶりを発揮していました。その姿にネット上ではガチオタクすぎて好き、ガチ勢すぎて吹いた W などの声が上がっています。11人目は山本瑞希さんです。モデル業と女優業で活躍中の山本瑞希さん、趣味が漫画やアニメ鑑賞で、自他ともに認めるオタクだそうです。小学生時代からアニメを見始めたそうで、モデルよりオタクをやっている期間の方が長いですねと語っています。思春期の頃、周りの友達がアイドルやタレントにハマっていた中で、山本瑞希さんはアニメキャラに恋をしていたそうです。特に熱を上げたのは中学時代で、同人誌即売イベントに足を運んだり、自ら創作活動を試みるようになったのもその時期だそうです。大人になってからもイラストを描いており、 SNS では近々の瑞希で公開されています。作品だけでなく脚本家や制作スタジオもチェックされていて、好きな制作会社はトリガーだそうです。ちゃんと線が絵が動いているのがいいとのことです。そこまで語れるのも本気のアニメ愛があってこそですよね。アニメが好きな自分でいたいし、おしゃれが好きな人たちにもこの楽しさを知ってもらいたいと理想を語っています。若い世代から人気を集める山本瑞希さんの趣味に興味を持つファンがすでに多いのではないかと思います。12人目は足立梨花さんです。女優やタレントとして活躍されている足立梨花さん、清楚なルックスからすると意外に感じますが、実は月に30本アニメを見るほど大のアニメ好きなんです。バイオレットエヴァーガーデンについては共演者の方たちに布教活動をしていたようで、それによって
ロッチのコカドケンタロウさんがしっかりと全話見てくれたそうです。さらにアニメ好き男性芸能人として上述したローランドさんにこの作品をおすすめしたのも足立梨花さんです。またアニメ好きを公言したことでアニメ関連のカルチャーを紹介する番組アニカル部の MC に抜擢されたり、チケットピアプレゼンツ足立梨花の兄たちというラジオ番組でパーソナリティを務めました。アニメキャラのコスプレも本格的にされているようで、気合の入ったコスプレ姿に大好評です。13人目は広瀬アリスさんです。女優やタレントとして活躍されている広瀬アリスさん。広瀬アリスさんは漫画やアニメをこよなく愛していて、好きな登場人物をランキングにしてスマホにメモしているそうです。バラエティ番組しゃべくり7スペシャルに出演した際に自身の彼氏にしたい王子様ランキングトップ20を発表し反響を呼びました。このランキングにネットは騒然とし、広瀬アリスと友達になりたくなった、趣味最高すぎと共感するような声が多く上がっています。14人目は真鍋香織さんです。マルチタレントとして幅広く活躍されている真鍋香織さんです。あまり漫画を読むイメージはなく、意外に思われる方も多いですが、真鍋香織さんは鬼滅の刃についてはかなりのマニアで、クイズ番組99人の壁で鬼滅の刃クイズで大活躍しました。 SNS で当アニメのことだけをつぶやくアカウントを作り、鬼滅の刃マニアの方々とコミュニケーションをとっているうちにどんどん知識がついていったそうです。娘さんも一緒に鬼滅の刃を楽しんでいて、アニメがきっかけで日本文化に興味を持ち始めたと、教育にもつながっていると発言しています。ドラゴンボールファンであることは昔から知られています。物心がついた頃からドラゴンボールを見ていたそうで、2007年の会見では悟空に結婚すっかって言われたい、憧れは悟空ですと悟空への愛を告白していました。アニメを教育の一環にしてしまうとは、さすが高学歴の真鍋香織さんですよね。アニメ教育で育った娘さんの成長も楽しみです。15人目は生駒里奈さんです。元乃木坂46のメンバーでデビューシングルのセンターを務めた生駒里奈さんです。乃木坂46に加入する前からいわゆるオタクだったそうです。2016年に行われたアニメート30周年プロジェクト記者会見に出席した際に、プライベートでもアニメートに足しげく通ってお年玉でグッズや漫画を買っていたというエピソードを話しました。自身にとってもアニメートの存在はと聞かれると、生駒里奈さんは、私にとっては竜宮城、来るだけで嬉しい、世界で一番好きな場所と思いを熱弁していました。現在は女優としてドラマ出演のお仕事が多いようですが、特徴的で可愛い声をお持ちなので、アニメの声優のお仕事にも期待したいです。いかがでしたか。今回は芸能界のアニオタ15選をお伝えしました。一昔前はオタクであることを隠しながら芸能活動をされている方がほとんどでしたが、世間一般的にもアニメ文化が広まったことでアニメ好きを公言される芸能人が増えましたね。すでにイメージが定着している方や普段のイメージとのギャップがある方など様々ですが、芸能人がアニメ好きを公言していくことでアニメオタクへのイメージも変化しています。今後もどんどんオタク趣味を持つ芸能人が増えていくことでしょう。楽しみですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。